ポーランドで冷戦後最大の軍事パレード、総選挙やロシア意識、北大西洋条約機構、NATO 加盟国、ポーランドの首都ワルシャワで15日、冷戦後最大規模の軍事パレードが行われた。ウクライナ侵攻を続けるロシアに軍事力を誇示するとともに、10月の総選挙を前に有権者にアピールする狙いもある。ポーランドがワルシャワの戦いでソ連に勝利して103年となったこの日のパレードでは、同国や他の NATO 加盟国の兵士2000人が首都を行進し、200の軍事装備品や92機の航空機が披露された。ブワシチャク国防相は、兵士や市民を前に、8月15日はワルシャワの戦いの英雄に敬意を表し、祖国を守る現役兵士に感謝するだけでなく、我々の強さを示し、ためらいなく国境を守る強力な軍を築いたことを示す絶好の日でもあると述べた。2015年から政権を担っている保守与党、法と正義 PIS は、軍の規模を2倍に拡大し、今年の国防費を対国内総生産 GDP 比 4% 前後にする方針を示している。ポーランドは大変な緊張のもとに置かれている。戦火はすぐ近くである。7月にウクライナ西部の主要都市リビウがロシアの空爆の標的となったが、国境からたった100キロ未満の距離である。リビウでは10人が死亡、民間人の住む建物を含む30棟以上が被害を受けた。またワグネルを最大限に警戒している。隣国ベラルーシに入った傭兵が亡命希望者を装うなどして国境を越えて入ってくるのを恐れているのだ。 NATO にリトアニアと共に警告を発している。助けてほしいということだ。実際パレードの前日14日ポーランド内務省はロシア人スパイ2人を拘束したと発表。2人は公共の場所でビラ300枚を配布、ワグネルグループを支持する3000点以上のプロパガンダ物を所持していた。それはモスクワで彼らに渡されたものだと当局。ポーランドは劣化ウラン弾も米国から購入している。辛酸をなめた歴史を持つ彼らの危機感を思うと心が痛む。防衛白書を読み解く。3、ウクライナ侵略続けるロシア、中国と軍事連携、重大な懸念。ロシアが2022年2月にウクライナ侵攻を開始してから約1年半、戦況は現在も予断を許さない。令和5年版防衛白書は、ロシアが侵略の長期化によって通常戦力を大きく損耗したものとみられると分析し、中長期的な国力低下や周辺諸国との軍事バランスに変化が生じる可能性を指摘した。世界最大の核保有国であるロシアは、核兵器の使用をちらつかせ、隣国ベラルーシへの戦術核兵器の配備も進める。白書は、ロシアにとっての戦況悪化により、抑止力としての核戦術を一層重視していくとみられると警鐘を鳴らす。ロシアによるウクライナ侵略の教訓と題した解説を掲載したのも、今年の白書の特徴だ。侵略の軍事的背景として、ウクライナがロシアに対し十分な能力を保有していなかったと指摘。ロシアのような意思決定過程が不透明な国から自国を守るためには、力による一方的な現状変更は困難であると認識させる抑止力が必要と結論付けた。また、宇宙、サイバー、電磁波や無人機、核の脅しなどを組み合わせた新しい戦い方にも着目し、防衛力の抜本的強化の必要性を改めて強調した。白書では、中国とロシアによる軍事連携の深化に強い危機感を示した。中ロ両軍は2019年7月以降、日本周辺での爆撃機による共同飛行を計5回実施。昨年9月には中ロ艦艇が北海道西方の海域で機関銃を射撃し、共同航行した。度重なる中ロ両国の共同活動は、我が国に対する示威活動を明確に意図したものだとし、初めて安全保障上重大な懸念と位置づけた。ロシアはウクライナ侵略を続ける一方、極東でも活発な活動を継続しており、北方領土を含む地域に最新装備の導入が進められている。白書は、中国との戦略的連携と相まって、安全保障上の強い懸念だとして、
動向を注視していく考えを示した。膠着状態に陥ったウクライナの反転攻勢、朝鮮戦争のように凍結されるだろう。ウクライナの反転攻勢は現在頂点に到達。訓練と武器を増強し、来年の戦闘に集中。朝鮮戦争のような凍結された戦争が不可避との指摘も。6月初めに始まったウクライナ軍の反転攻勢は、2ヶ月が経過しても成果がなく、西側からは来年春の戦闘に集中すべきだという声が出ている。反転攻勢は事実上、大きな成果を出せずに終わることになる形だ。西側の軍事戦略家や政策立案者は、ウクライナを占領しているロシア軍を追放するには長い時間が必要であるため、訓練と武器を増強し、来年春の攻勢に集中すべきだと考え始めている。ウォール・ストリート・ジャーナルが13日報じた。同紙は、軍の指導者と政策立案者は、今後数ヶ月の間に実現できることは何か、そして長期戦をどのように準備するのかという問題にすでに取り組んでいると報じた。こうした悩みが始まったのは、西側が教育した兵力と支援した新兵器を投入したにもかかわらず、ウクライナ軍が東部と南部の戦線でロシアによって要塞化された防衛線を突破できずにいるためだ。特に米国などでは、ウクライナを支援し続けることに否定的な世論が形成される可能性があるという懸念が強まっている。米国のマーク・ミリー統合参謀本部議長ら軍上層部は、すでに数ヶ月前からウクライナの反転攻勢は昨年下半期の時のような成果をたやすく繰り返すことはできないと警告していた。ミリー議長は、ウクライナがロシアに占領されたクリミア半島とドンバス地域を結ぶ陸路の回廊をすぐに遮断できるという期待に冷や水を浴びせてきた。同氏は、実際に反転攻勢が始まった後、ホワイトハウスでこうした慎重論がさらに強くなったと報じた。アイボダー・ルダー前北大西洋条約機構 NATO 常駐米国大使は、ウクライナはすべての領土をすぐには回復できないという認識が米国の政権内にあると考えられると同氏に述べた。西側の軍事戦略の専門家らは、すべての軍事作戦は成功や障害、あるいは兵力不足などによって攻撃側がこれ以上進展させるのが難しくなる頂点があると指摘している。ウクライナの反転攻勢は現在頂点に到達したというのがこれらの人々の見解だ。反転攻勢が成果を出せない最大の理由とされるのは、西側の兵器を使って作戦を展開できるほどには、ウクライナ軍の訓練が十分ではなかったという点だ。約6万人のウクライナの兵力が、諸兵科連合作戦と呼ばれる NATO の複雑な作戦の訓練を受けた。だが、その兵力のうち一部だけが今回の反転攻勢に投入された。同氏は、西側の追加の兵器支援と訓練がより増加すれば、来年春には成果を期待できるだろうという予想を報じた。特に来年半ばには米国の戦闘機 F-16 が投入される可能性があり、米国の長距離地上ロケット砲の ATACMS やドイツの空対地トーラス巡航ミサイルなどを戦線に配備できる可能性もある。西側はさらに MQ-9 などの精密攻撃用無人機の提供も考慮している。だが、ロシアも同様に来年春までに防衛線をより一層強化し、追加の兵力投入と兵器生産を拡大するのは明らかだ。これはウクライナ戦争が長期間の膠着状態に陥る可能性があることを予感させるものだ。米海軍分析センターのロシア専門家であるドミトリー・ゴレンバーク氏は同氏に、この戦争は初期の数ヶ月間に戦線が活発に移動した後、停滞しているという点で朝鮮戦争に似ているとした上で、両者がこれを認識するには数年を要するだろうと指摘した。ウクライナ戦争が現在の状況から大きく変化することなく、朝鮮戦争のように凍結された戦争に向かうという予想だ。ウクライナ東部前線のウロジャイネ奪還と発表。ウクライナのハンナ・マリャル国防次官は16日、
ロシア軍に対し反転攻勢を強める自国軍が東部ドネツク州の前線に位置する集落ウロジャイネを奪還したと発表した。マリャル氏はソーシャルメディアへの投稿で、ウロジャイネは解放された、我が軍の部隊は近郊に展開しており攻撃は続いていると明らかにした。ウクライナ軍は6月反転攻勢に乗り出したものの、要塞化されたロシア軍の陣地突破を目指す中で苦戦を強いられていると認めている。15日にはロシアのセルゲイ・ショイグ国防相がウクライナの軍事資源について西側諸国から支援を受けているにもかかわらずほぼ枯渇しているとの見方を示した。ロシア側はウクライナ軍の攻撃能力を軽視する態度を貫いてきているが、ウロジャイネに関するウクライナ側の主張についてはこれまでのところ反応を示していない。